どう？このウェディングドレス似合ってる？ブーケの花、私の意見を聞いてくれてありがとう。漠然としてたのにすごい。私がイメージしてた花、それに花言葉も、真昼が教えてくれた。青いバラの花言葉、不可能を成し遂げる、だって。ひかりちゃん、今、なんて。だから、花嫁修行がしたいって、真昼にいろいろ教えてほしい。花嫁修行って、どうしていきなり？今度やる、花嫁役を理解するため。イギリスにもフィニッシングスクールっていう花嫁学校はあるけど、それは社交界へ出る準備が主な目的。今度の公演にはユノがいる。きっと日本の花嫁の気持ちを知るのも大切だから。私、なんとなくママっぽいから。そこはお姉ちゃんと言ってほしいな。ごめん。でもいいよ、わかった。私が教えられるのは家事くらいだけど、それでもいい？うん、ありがとう。ひかりちゃん、家事の経験はあんまりないみたいだし、ちょっと心配だけど。でも、やる気があるなら練習しておいた方がいいよね。身の回りのことは自分でできた方がいいし、ひかりちゃんのためにもなるはずだもん。真昼？ひかりちゃんの花嫁修行、私がコーチになって特訓してあげる。お願いします、真昼コーチ。まずは何から？そうだな、まず最初は、よいしょ。真昼コーチ、こんな感じでどう？うん、いいと思うよ。そうやって端の方からゆっくり動かしていくと吹き残しが出ないから。テーブルが終わったらカウンターも同じやり方で拭き掃除をお願いね。わかった、ヒルコーチ。よいしょ。ひかりちゃん、すごく一生懸命に寝る。これをきっかけにお掃除に目覚めてくれるといいな。あ、そうだ。ひかちゃん、私これから足りない調味料を買いに行かないといけないんだ。しばらく一人にしちゃうけど大丈夫？平気。真昼コーチが帰ってくるまでに掃除を終わらせておく。できるだけ早く出てくるようにするからね。一人だけど頑張ろう。よいしょ。なんか違う。前に真昼がテーブルを拭いてた時はもっとピカピカになってたはず。そうだ、あの時真昼は水だけじゃなくて別の何かを使って拭き掃除をしてた。同じようにすれば。うん、これを使えばきっとピカピカにしたらみんなも喜んでくれるはず。ただいまー。ひかりちゃん、お掃除は終わっ。うひゃー！なんでこんなに泡だらけなの？これを使ってテーブルを拭いてみた。それって、食器用の洗剤？前に真昼が水以外の何かでテーブルを拭いたら、ピカピカになってたから。水以外でピカピカに？あ、もしかして、ワックスのこと？ワックス？うん、あれは洗剤くて寿司用のワックスなの。ワックス？じゃあこの洗剤は間違い。大丈夫だよ、ひかりちゃん。洗剤を落としてもう一度拭き直せば綺麗になるから。
本当に？うん、わかった。じゃあ立ち直る。真昼コーチ、ここが終わったら次は？次？お作をやって、その後は料理に挑戦してみる？してみる。くばる。この調子で大丈夫かな。よいしょよいしょ。シャツも洗濯機に。あ、待って、ひかりちゃん、それは痛すいから手洗いしようね。手洗い、わかった。あ、首のところ少し気に入ってたのに。これくらいなら縫えばわからなら大丈夫だよ。なら安心。続きを。ちょっと待って、お洗濯、私が一回お手本を見せるね。日によって洗い方を変えないといけなかったりするから。そうなの？じゃあ。うん、これが終わったら夕飯の支度をしようね。ひかりちゃんの旦那服、これ以上破けずに済みそうでよかった。へえ、今日の夕ご、神楽が作ったのか。うちの舌は超えてますから、そうに満足させらんい。これで全員揃ったかな。いただきます。いただきます。召し上がれ。なあ、これ野菜？野菜たっぷりベーコンエッグ。ベーコンエッグですの。野菜しか見えてないやないですか。まあまあ、ひかりちゃんが一生懸命作ったんだから食べてみよう、ね。そう言われても。おいしい。とってもグッドグッドだよ、ひかりちゃん。白いご飯が欲しくなってきましたよ。本当に？はん、うん。あら、ほんと。見た目に反して味は意外としっかりしてるわね。今日のレッスンはハードでしたので、濃いめの味付けは塩分補給ができてありがたいです。そう、どうしたの、神楽さん。私も美味しいと思うけど、このベーコンエッグ、最初は全然味がしなくて美味しくなかった。でも最後に真昼が味を整えてくれた。今日一日、掃除に洗濯、料理に挑戦してみたけど、真昼の助けなしには何もできなかった。神楽さん。あのね、ひかりちゃん、最初は誰だって初心者なんだよ。それに向き不向きはあるけど、家事は練習次第でうまくできるようになるから。プロ並みにやろうとすれば話は別だけど、大事なのは技術よりも気持ちだと思うな。でも真昼は私よりももっと。例えばこの味付けも最後はめんつゆを使ったでしょ。これを使えばどんな料理だって美味しくなるから、苦手なうちはこういうものに頼ればいいんだよ。真昼。ひかりちゃん、今度は私と一緒にお料理しようね。私は手洗いのコツを教えるよ。一度覚えたら案外簡単だからな。そもそもうちらの中で完璧に家事ができるのは真昼班とバナナ班だけやろ。できへんことがあるんは当たり前のこと。困った時はできる人に助けてもらえばよろしいんです。カオル子はやればできるんだから、もう少し自分の手を動かせよ。でもまあ、言ってることはその通りだな。一人で全部やる必要はないし。うんうん、私にもいっぱい頼っていいんだよ、ひかりちゃん。カレン、みんなありがとう。
真昼もこんなに大変で難しいことなのに、いつもありがとう。花嫁修行って家事の技術を磨くものだと思ってたけれど、そうじゃなかった。大切な誰かのために働く楽しさ、大変さ、その両方を学ぶ期間なのかもしれない。今はまだ結婚がどういうものなのかわからないけど、でもこういう苦労を超えてでも一緒になりたい人がいるのはとても素敵なことだと思う。そうだね、私もみんなのことがとっても大切だから楽しく家事ができるんだよ。うん。